こんにちは、阪急道場弓矢さんです。当店は東京で唯一気軽に弓道体験ができるお店です。今日は当店近く忍ばずの池を紹介したいと思います。東京都台東区上野公園にある広い池です。森鴎外や夏目漱石の文学作品でも登場します。また春には桜の名所としても有名です。まず一つ目、蓮池。春になると蓮の花が池全体に花開き、幻想的な風景になります。水鳥も多く生息しており、ゆっくりした時間が流れます。二つ目、ボート池。スワンに乗って景色を堪能できます。3つ目、弁天堂。大きな八角形の形をした屋根が特徴的、商売や金運にご利益があるパワースポットです。4つ目、野外ステージ。70年ほど前に水上音楽堂としてオープン。ジャンルを問わず様々なイベント会場盛り上がります。以上ざっくりでしたが、忍ばずの池のご紹介でした。阪急道場弓矢さんへお越しのついでに、スワンおすすめです。